ドラビダ語の話者の分布ズドラビダ人は、ドラビダ語族の言語を母語として使用する民族の総称。現在では主に、インド特に南インド4州すなわちタミル・ナード州、ケーララ州、アーンドラ・プラデーシュ州、カルナータカ州を中心として居住し、バングラデシュ、マレーシア、シンガポール、モルリブ、マダガスカル、セイシェルなどにも居住している。インダス文明は、 ドラビダ人によるものだとされている。これは、同文明の遺跡から発見された、未解読のインダス文字により記された言語が、マヤ文字で有名である有力のロゾフラソ連の研究者によって、ドラビダ語族の言語である、可能性が高いことが指摘されたからである。これをきっかけに、インダス文字の研究では、イリバトム・マハデイブンが、ドラビダ語仮説を提唱し、シカリプラ・ラングナ・タラオは、 ドラビダ語仮説に反対していた。これらの対立には、ドラビダ運動の政治的な側面からの影響もあった。現在に至るまで多くの研究がなされているが、インダス文明の言語がドラビダ語に最も近かったことは、ほぼ確実である。インダス文明では、早い時期に、農耕牧畜を始めていたと考えられているが、アーリア人の移動が始まった後は、一部は南化し、一部は、同化していった。 ドラビダ人は、アーリア人とは、外見が異なり、アーリア人よりも、一般的に肌の色が黒く、背が低いが手足が長い、ウェーブがかった髪などの特徴がある。ドラビダ人の Y 染色体ハプログループは、他のインドの民族同様、様々なタイプが見られる。インドのドラビダ人では、多い順に H、H32.9%、O13.6%、L。 11.6%、R1A11.0%、J10.5% となっている。サンスクリット文学が入る前から存在した独自のサンガム文学、タミル文学を保持し、ムルガン人信仰などの宗教や建築、音楽、道徳観、食生活などでも独自のものを持っているという文化的な側面が挙げられる。 このような様々な側面が複雑に重なり合い繋がっているのがドラビダ人という概念である。また、タミル人という概念があり、主にタミル・ナード州出身でタミル語母語としその文化を担う人々を指すが、タミルという語はドラビダという語と語源が関係している可能性が高い。このことからタミル人をドラビダ人の代表、あるいはドラビダ人そのものと考える傾向が、 タミル・ナード州を中心に展開している政治運動であるドラビダ運動などにおいて存在している。ありがとうございます。